かつて自分が倒した格闘技者に向かってそう吐き捨てたシコルスキー自身の言葉、それが今そのままシコルスキーに向かって帰ってきている。もしも全ての場所全ての機会を許容することが本番だというのなら、闘技場内で初めの掛け声で行われる試合でさえも当然本番として許容されるしかないのだ。そう、ここ地下闘技場において、吉報だ。この試合反則負けがない。